どうもこんにちは、プロミュージシャンの粟田優作です。今日はですね、メロディーを滑らかに弾くコツですね、これについてお話したいと思います。どうもこんにちは、プロミュージシャンの粟田優作です。今日はですね、メロディーを滑らかに弾くコツですね、これについてお話したいと思います。多くの方が何か新しい曲を演奏したりね、するときには楽譜を買って演奏したりすると思うんですが、タブ譜にしろ五線譜にしろ、どっちにしても僕らが現在使っている楽譜って小節っていう単位を使いますよね。この小節の途中の線っていうのがありますよね、こう区切った箱みたいな感じで、一小節に音が4つ入ったら4分の4拍子だしね、3つだったら4分の3拍子だっていうね、ざっくりとそういう決まりがあるんですけども、小節線っていうのがあるんですね、間にね。これを意識しすぎるかあんまりに演奏が滑らかにならない、こう要するに綺麗に聞こえないっていう、なんかこう単発でポン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 音を出してるだけのようになってしまう場合が多くあります。でこれは意識がもう楽譜に持っていかれすぎてるんですよね。で楽っていうのはあくまで人々に広く伝播させるため、伝播っていうのは伝えるためですよね、広く伝えるためのツールとして楽譜があって、その書いてある情報っていうのは、再三今まで言ってる通り、音楽ってそもそも実体なものなんですけど、その情報の2割ぐらいしかないと僕思ってて、でその中でただ線が区切ってあって、分かりやすいようにタイムラインみたいな形でつけてあるものの、その線っていうのを意識しすぎるがあまりに、途中途中の動きが硬直的な感じになっていい感じに聞こえない、それはやっぱりフレーズとして意識できていないからなんですよね。あくまで楽譜は流れをきれいにね聞かすためのツールでしかないので、クラシック曲なんかでも、例えばドビュッシーの月の光だったら、こういうね美しいフレーズがあります。でも楽譜だと階段状にこうね上がったり下がったりっていう動きになってますよね。小節ももちろんあるので真ん中に線があります。でこれをね単に再現しようとすると、どうしてもこう機械的に演奏しちゃいがちなんですけど、音だけ聞いてみると全然柔らかな印象、この柔らかな印象の方が大事なんで、フレーズとしてやっぱり意識できていないと、そういうことにね気づかずに、どうしても音を追っていくだけ、ポン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 って追っていくだけの演奏になってしまうので、そうならないためにもしっかりと体現するためにはフレーズで意識してしっかり演奏しよう。小節とか小節の間の線っていうのはそもそも演奏する際にとっては何の関係もないことなんで、そこをねぜひ意識して捉えてみてください。楽に書いてあることがまずベースとなってね、音楽を作っていくってことはあってもいいと思うんですが、曲を知ってるならその曲の滑らかさとか強弱の具合とかね、そういったこともやっぱり何かしら意識していかないといい演奏にはつながっていきません。その意識が持てれば今弾ける曲ですね、そのものも全然グレードアップさせて磨いていけるので、ぜひ今回お話したことを参考にご自身のね模試曲などをどんどんクオリティアップさせてみてください。誰かが作ったタブ譜を買って聴くだけの演奏から卒業しませんか？ウクレレに特化した日本最大級のオンラインスクールを開講しました。サブスクリプションプランへのご加入で30以上の有料講座が無制限で受講可能。オンデマンド形式のビデオレッスンなので、ご自身のペースで学習を進められます。もちろん入退会はいつでも自由、ご自身のお好きなタイミングで行えます。安心してご参加いただけるよう、入会から30日以内は全額返金保証付き。なんとなくの練習で上達はできません。ぜひここで本質を学んでください。
you